したと言います。そしてさらに別の11月24日土曜日16度、気温16度、湿度 57%。 正直ぶつかった時はわけわかんない状況で、今日の降りようと思ったら、目の前にその宙に浮いたっていうのが、壁に刺さってるのを見て、なんかこちらになりますっていうのは、これ認識したんですけど、これだけの勢いで接触していたのは、なぜ無事だったのでしょうか。映像をよく見ると、おはよう。クラッシュしたレーシングカーは、接触の直前、後ろ向きの状態で浮き上がっているのが分かります。変わりはないです。いつも通りだと思います。高さになると飛んでしまう。まあでも逆に浮いてよかったのかなっていうふうには思ってて、あのままそのまっすぐ僕にぶつかるから僕は多分見えることにないんで、これで朝現在腰や背中の痛みは終わります。日常生活に支障が